シャープオンニュー言葉にできない黄昏を言葉にできない魂を温かいほどで伝えたい夢みたいなビューティックショー。どうもスリービラボのデンジャー寿司です。マネです。タマゴシです。さあ始まりました週刊スリービラボ、1周年だよありがとうスペシャル月間ということですね、はい、あの今日で最後になりました、うんおうん、ラストにですねふさわしいゲストや企画を用意しているので楽しみにしていてください、そして振り向いたら恐怖におののく顔選手権のベスト3の3人です。あ、何それ。いや何が予選大変だったじゃん。予選も大変だったどんな予選だよ。ね、あのこれといって目立つところがないと思うのですね、しっかり振ってるんですよ僕は。ああ、まあ、ありがたいよ、ね。まあ、結構超スペシャルゲストさんとか、うん、じゃあ同時に、うん、やってみましょうか。え、何あの振り向いて、うん、恐怖の顔しなきゃいけない。あ、相手を恐怖におののかせる顔ってこと。そうそう、で俺が審査員なのよ。うん、うん、じゃけちょっとやってみて。そう、いくよ。振り向いてなんだか。俺らがケンジを恐怖に陥れるってこと。そうそうそう、落とし入れるかも。いいよ、いっせーので。それでは早速今日の1曲目いきましょう。世界一世界一になりたい、世界一になりたい、世界一になりたい、世界一ね。ビッグゲストとトークをしていくコーナーです。1週目は、カトケンが来て
くれました。2週目は、僕たちのライブの舞台監督の丸さんが来てくれました。で3週目はですね、トレジャーズのヒーラシンさんが来てくれましたね。うん。そして今日来てくれたのはですね、スリービーラボが所属するレコード会社ビクターのスリービー担当ディレクター酒持さんです。イエーイ。すいません、来ました来ました。どうも。どうも、はじめまして。まずはですね、酒持さんを知らない人のためにですね、どういう人かと説明しますとですね、熊本出身です。出身から攻めた。出身から、そっから熊本出身で、ね、最初はラジオ局に勤めてたんだけど。そうだね。あ、けどやっぱりCD をね、こうオンエアしてかけてる最中に、あ、俺もちょっと制作に携わりたいなみたいな。そうね。それまでにいろいろ過程はあるんですよ。まあまあまあ、そういうことだね。そういうことになってない。そうそう。あれなんかいつもの感じじゃない。いやいやいや、違うのよ、もうさ。あれ？俺すごい緊張してんの、ね。あれなんか俺の横にダンディ酒本がいる。あれ？ちょっと格好つけてる。そんなことない。いや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 。どうしたの？全然いつも通りじゃん。いやどうしたのってこっちが言ったけど。何何何。やべえ。一応手伝いだから。ちょっと入りづらいな。入りづらい。いや、サゲちゃん格好つけてるよ。あ、ごめんごめん。格好つけてるよ。サングラスかけてるしね。いや、いつもかけてるよ。いつもかけてるもんね。そう、サングラスはね。まあ、まあ、っていうかですね、僕たちのそのレコーディングとかのね、まあ、日程をもちろん決めてくれたり、どんなエンジニアを使うかとか、すごくアドバイスをくれる人だ。まあまあ、そうですね。僕らはですね、やっぱプレイヤーなのでですね、プレイヤーなんで、そんなにこう周りにね、目がいかない場合がよく多々ある。こうスタッフ選びとかいろんなことでね、そういうのでうさぎちゃんにはすごく力になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。どう、さぎちゃんと俺が出会ったのっていつだっけ。いや、もともとね、だからあれなんだよね、メンバーよりも先にケンジはもう19の時から実は僕は福岡で、エリアプロモーターという九州エリアの、まあ、担当の宣伝マンだよね、をやっていて、その時に7年前に、まあ、初めて、俺がビクターに入って初めてやんなきゃいけないイベントがジュークのイベントだったのよ。あ、なるほどね。それで、もう当時ね、もう人もものすごく来てて、でそれをこうケンジたちを控え室に返すのにもうこんなもみくちゃにされながらね、俺はね、今日からこんな仕事をずっとやっていかなきゃいけないんだと、ずっと思って、で、まあ、その次の日か、キャンペーンも終わって、まあ、ケンジがこう帰る時に一応お見送りに行って、で、ありがとねって言ったら、こう、携帯がね、電話かかってきて、おらっと思ったら、新幹線の中からケンジが、これ、サケちゃん、これ俺の携帯番号だから、なんかあったら電話してっていう電話がかかってきて、で、まあ、別に地方のね、プロモーターなんて、そんな直接電話することなんてないんですよ。まあまあ、だけどそういう気持ちがすごい嬉しくて、まあ、それからその後19が解散して、で 3B が結成されて、で3人でまた来たんだよね。その時に僕は千葉さんも玉ちゃんも初めてお会いして、まだ九州地区だったもんね。でまだシャープ1出た後ライブをキャンペーンで一緒に回ったもんね。そうそうそう、一緒に回ったりして、そうだね。で僕は2年半前に、九州から東京の方に移動になりまして、東京でずっと宣伝をやってたんですが、何の因果か、なんか制作に回ってたんだよね。今年の4月か5月ぐらいから、まあいきなりこう制作をやれと言われまして、でお前担当 3B、ああそうっすかそうっすかみたいな。まあ別にね、知らない仲じゃないし、でまあ修士とはね、まあちょこちょこは顔は見てたんだけど、まあやっぱりあれだね、ディレクターになってからの方がやっぱりいろいろ話す機会も増えたんだよね。まあそんな感じですかね。あ、出会いよね。
じゃあ今、うん、僕らあれ作ってるじゃないですか、うん、シングル、まさしくこの間ね、うん、ミックス終わったばっかりだけど、そう、来年のシングルとかアルバムとかの曲たちをレコーディングしとるんだけど、うん、それについてちょっと、そうだね、今回はまあ、うん、まあ、さっきほら世界一が流れてたんだけど、うん、僕はだから 3B の制作担当ディレクターとしてレコーディングに入り出したのは、うん、前回のベストの新曲をね収録する、まあ、世界一と、三日月、うん、星屑と三日月、うん、その 2曲をレコーディングするところから、まあ、ディレクターとして立ち会ってるんだけど、ね、うん、実はこれ、まあ、企画から、うん、その要は会社に対してね、うん、こういうの出したいんだと、 3B でこういうのやりたいんだっていう、うん、まあ、企画からやった最初の、まあ、俺が企画から携われた最初の、うん、まあ、シングルなわけよ、うん、まあ、だから俺の中でもかなり記念すべきというか、前のほらベストはその前のディレクターが、そうだね、引き継ぎがあったもんね、うん、そうそうそう、もうある程度のもうレコーディングの日程からエンジニアさんから全てが決まってたでしょ、うん、で、まあ、今回まあいろいろとやっていく中でさ、うん、まあ、メンバーともいろいろ話をして、うん、まあ、じゃあ初でちょっとセルフでやってみようかと、うん、そうだ ね今まで、まあ、3B ラボっていうのは今までプロデューサーがまあ立ってたりしてたんですけど、うん、今回だからもうメンバーのみ、メンバーと、まあ、僕とでいろいろと話をしながら決めていく、そうだね、うん、初だったよね、逆にどうだったの、うん、メンバー的に。いや今までもね、まあ、もちろんプロデューサーっていうのがね、うん、立ってたんだけど、うん、言っちゃえば玉こしプロデューサーがいれば、うんうん、俺らはプロデューサーいらないから、うんうんうん、言っちゃえばやっぱドラムという楽器を取るのってすごく難しいし、まず音色選びもすごく大変、ね、ドラムって多分みんな見てるみんなとかは普通にこう叩いてるだけかと思うんだけど、ね、あれもドラムにもね、そうチューニングっていうのがあって、うんうん、太鼓、スネア、タム、フルアタム、シンバルにしろ、クラッシュにしろね、ライドにしろね、うん、すごく音色があるし音程があるんだよ ね、ドラムにしろ、うん、でそのボトム合うか合わないかっていうのはですね、うん、玉越君にかかってるわけですよ、うんうん、そうね、かかってるんだけど、言っちゃえば千葉ちゃんも俺も修二もいらないかな、うん、そうだね、うん、リアクションすごくしやすい楽器でもあるっていうのもあるし、うんうんうん、あとプレイに自信がちょっとあるし、うんうんうん、なるほどね、そういうのお互いがお互いで見れる、うん、そうだけど、なんで思い切ってさセルフにしようと思ったの、さけちゃん。いや、ね、うん、まあ単純に僕はこうほら前回の、まあ、ベストの新曲「世界一」から入ったんだけど、うん、そのまあもちろんほら今回のレコーディングに入る前にプリプロっていう、これプリプロっていうのは、要は、まあ、こういう曲をレコーディングするんだという形でメンバーがまずこう。なんていうんですかね、ある程度の形にして持ってくるんですね、デモテープ、デモテープだね、なるほどなるほど、でそれをこう聞いてた時に、そのまあ非常にちょっとほら前回のアルバムが割とちょっとまた方向性がちょっと違うものをやってたりしてた中で、すごくね勢いを感じたのね、デモテープに。お疲れ様です。これではい、そのね勢いをすごく感じたから、うん、だったらこれこのまんまね、うん、やらしてもやらした方が逆にいけるかなと思って、勢いが出んじゃねえかなって思ったの。なるほど。ああ、それでセルフにしたんです。そう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 、あそういうことです。面白い。面白い。なんか話しちゃう。面白い。お前。あ、俺か。じゃあまあ新曲は、うん、いいのできたよね。いいのできてるね、うん、かなりすげえパワーあるね。あるよね、うんうん、何だったんだろうっていう今までの 3B の楽曲、もちろんすごく一生懸命作ったしパワフルに作ったつもりなんだけど、うん、あれなんかパワーがさらにあるみたいな、うん、勢いが出てるよね。すごい、ね、すごい、この間びっくりしちゃったけど、すごくいいものが多分上がってると思いますよ、うん、じゃあシャケちゃんしか知らない 3B の秘密。これね、俺さっきこう言われてさすごい悩んでるんだけど、うん、意外と秘密ないからね。そう、結構ね大広げなんだよね。みんな
だからあんまりそのさ一人一人についてもさ別にそんなにね、うん、秘密話し合うほどまだこう飲めてもないし、まあまあ、うん、っていうか、まあ、そんなね秘密をこう作るような関係じゃないんですよ、うん、うん秘密っていうかまあなんか癖とかあるじゃんそれぞれああはい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 、うん、そうねうんサケちゃん秘密っつったら絶対夜の方に行っちゃうから夜のサケちゃんはまあ俺はね、うん、だからこうなんていうか美しいところで美しいところでねレコーディング風景とかのあなんかそれぞれのこう、ね、なんかサケちゃんがこうこっそりこうねブースで見てる俺たちの4人のそれぞれってない印象じゃあ修二は修二はね、うん、あのねレコーディング中はね、うん、やっぱりこうほら一番下じゃない、うんはい、だからこうなんだろう一番こう萎縮してるというかこう一番こう聞いてるね聞いてるねこう全てをねこうやってでたまに俺がさ後ろからこう、まあ、こうちょんちょんってやって、うん、あのもうちょっと前行けよってちょっと恥ずかしそうにこう、それがね可愛いの俺は見てて可愛いなんかね可愛いんだよそのこうなんつうのかなみんなにちょっとまだ遠慮してるところもあるのかもしんないけどギュッてこう後ろから、ね、そうそうあとね、そうだなケンジはね、うん、なんだろうな秘密ないか秘密ないね、なんか飯食うとき必ずサラダ食ってんなっていう体にすげー気使ってんなっていうあの、だいたいレコーディングスタジオだとね、てんやもの、まあ、が多いんだけど、うんね、ケンジの注文はね、必ずプラスサラダっていうのをこうつけなきゃいけなくてこうね注文するのもこれ俺の大事なディレクターの、うんうん、そうそうだまあケンジはそういう気使ってんなてサラダ、うん、あ体に気使ってるとレコーディング、うん、そうだねじゃあ千葉ちゃん千葉ちゃんはね、うん、千葉ちゃんはやっぱね屋台骨だけあって、うん、そのやっぱバンドのね屋台骨だから、うん、こうなんつうのかなこう一番おおらかだよね、うん、こう全てをこうなんかこう包み込んでくれるというか、うん、みんなの意見をちゃんと聞きつつも自分の意見をこう出していくってそれがねうまいの千葉ちゃんハンサムだ、うん、そう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 だねいやでもそんな感じするすごく、うん、俺はほら客観的にしか見れてないからさ、うんうん、でねタマちゃんはね、うん、タマちゃんはねやっぱね調子がいい時と、うん、その調子がいい時はものすごくいいのねうんうん、うんバーっと、うん、でもね一回ちょっとやっぱ真面目だから、うん、考え込んじゃうと、うん、ちょっとねもうそっちにねこうなっちゃうんだよねタマちゃんこうなっちゃう、うんうん、もうそこしか見えなくなっちゃう、うん、だからまあそこをねまあタマちゃんもうちょっとこう引きであ引きで、うん、そうそうそう引きで引きを使い分けた資格をねもうちょっとこう広げるともっと多分ね良くなるかなっていうまあそんな感じかななるほど、ね、あんま秘密とかないからねなるほどね、うん、ですねそうね、まあ年末もですねあの引き続き透明版ライブ DVD 作るぜツアーについてそうだね、まあ、あのまあ DVD じゃけね今回もこうトラックダウンとかあのスタジオ入って作業することもあるんだけどあのじゃあ 3B のライブの見どころ3B のライブの見どころ、うん、まあ今でも多分あれだろうねこうもうかなりロックっていうか、うんガチンと前に来てるから音がバーンと、うん、だからそれにこう負けないように来てもらいたいよねお客さんにもねあなるほど、うん、かなり今ねエネルギーみこうなんつうのもうみなぎってる感じだと思うんだよ、ね、ちょっとね2006年はね俺的にねフラストレーション溜まった年なんだよ、ね、人生の中で一番うんやっぱり爆発したくてそうだよね、はい、年末も暴れようかなって、うんね、いやだからほらねそれは模様も DVD になるからお客さんもちょっと弾けてもらって、うんね、ちょっとでも映るかもしれないしねお客さんがうんねあけどね大体ねカメラ入ってるとねお客さんのノリ悪くなるんだよねああそうなんだ意識しちゃうんだよお客さんもそんな映んないですからそんな言ってることで逆じゃん言ってることで逆じゃんということでですねいろいろと話をしてきましたが大丈夫だこの後もですね番組に残ってもらってあそうかそうか大丈夫でしょうかはいわかりましたということでですね、もはや恒例になりましたが、今日もゲストのサケちゃんを交えて進行していきたいと思います。以上、1周年記念ゲストコーナーでした。それでは続いてのスペシャル企画に行きましょう。メンバー私物プレゼントキーワード発表はい。じゃあこのコーナーもですね、今週で、4週目ということで、最後、
はい、内容を説明しますと、番組開始1周年を記念してメンバー全員が私物をプレゼントするんですが、ただであげません。毎週メンバー1人がキーワードを発表するんで、そのキーワードのメンバーが全員分4つ揃ったところでキーワードを全て書き応募してくださいっていうことですね。あのキーワードを全て書いた人の中から抽選で各1名に私物をプレゼントします。で4名にプレゼントされるってことですね。ね、シュージュやガンダムで、はい、よし、じゃあ今日は最終日ということで、うん、僕はですね T シャツ、おお、何それ着てたやつ、おお、すごい、ユーズド、あとその他小物、その他、あのなんかこうリストバンドとか、うん、使ったエアフォースワンの靴とか、うん、詰め合わせ、靴もある、靴もある、ね、うん、それ福袋じゃんだって、ね、いや、あの汚いよ、汚いよ、いやみんなそれ欲しいよね、ね、うん、欲しくないくせに、いや俺らじゃなく、俺は別に欲しくないけど。靴も入んないし、ね、最終的に吸収見てる人はそれが欲しいですね。欲しいよね。そう、もちろんあのほらもう使えもんだと思うんで、ね、靴とかにはこうサインとかして、あ、うん、あのちょっとファブリーズもいっぱいかけてね、綺麗にして、はい、あのやろうと思いますということでですね、キーワード発表したい、これ言わないとね、最終日のキーワードは巣です。はい、以上メンバー私物プレゼントキーワード発表でした。スルッといってね。応募待ってまーす。ということで早くも今週の週刊スリービルも終わりです。どうでしたか今日は。あっという間、すっごいあっという間でした。ほんと、なんかあんま喋ってなくない。いやでもすごく楽しみに出ましたよ。何この、ま、この空気はなんか余計なこと言ったよね。うん、そうね、日進月歩してるね。何がどうでしたかさっき。いやいや、もう緊張しまくりです。タバコ吸いたいもん今だって。ものすごい、今禁煙中だし。何崩しだな。タマどうだった。いや、もう最終、うん、いや、あのね、ずっとさ、あのすごいゲストの方に来てもらってて、うん、なんかね、正直な話ね、こう話を聞くのがものすごく面白くてね、うん、なんか普段と様子がみんな違うから。ああ、なるほど、うん、それを見てるとか何とも言えなかった。サケちゃんダンディーだぞ。ちょっとだんだん普通になってくる。いつも通りじゃんだって。いやもう一番最初俺だってなんで爆笑したかって言ったら、マジでだよね。いや、知ってる。いや、なんかね、目のね、ギラッとしてた。今、ものすごい丁寧語でね、話してもらったりとかしてて。そう。なんかすごい違和感が。なるほど。まあね、じゃあ、年末透明版ライブ DVD 作るぜ、ベストツアーやります、うん、ということで、ぜひ、来てください。では、最後はこれ、ゲストの推しトラック、略してゲストラ。で、今日の1曲なんですけども、ゲストの酒元さんに、推しトラを紹介してもらいたいと思います。はい。じゃあ、シャケちゃんの、一押しトラックは何でしょうか。まあね、本当はさ、新曲をちょっともうここでかけたかったりはするんだけど、うんうん、まあまあ、でもまあちょっと先なんで、うん、とりあえずはあのさっきも言いましたけど、僕が初めて 3B のレコーディングに関わった、うん、まあ、世界一、こうさっき聴いてもらった世界一のもう一曲、星屑と三日月をちょっと流してもらいたいな。はい、はい、やっぱ星屑と三日月の方がさっちゃん俺的には好きだったんだよね。好きだったんだよね、うん、そう、こうちょっとね、あのこうマイナスがこう切ない感じの、ね、メロがすごい好きなんだよね。なるほどね、うん、そうそう、いい曲です。はい、はい、じゃあ、 あの紹介をお願いします。あ、これ僕からなんですね、はい、で、その曲行った後にみんなでバイバイ。あ、なるほど、わかりました。じゃあ、3B ラボで、星屑と三日月、お疲れ様です。バイバイ。黒い幕に
言葉を探してみた。君を振り向かせる言葉を、星の雫が綺麗。